Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et il est temps d'aller rendre le noyau des merveilles et le blason des adeptes à la secrétaire de Niyang. Comme on peut voir, ça prend forme au bout, ça prend forme. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. あら、早かったですね。なるほど、3人で一緒に探していたのですか。戦機革新と戦火呪符、どちらも高品質で特に問題はないようです。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって、もう終わりなのか。まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はあ、頑張りましたが今一歩及ばなかったようです。では皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ、北斗がいないけど、どこ行ったんだ？さっきまでここにいたのに。posez justement la question。北斗さんは用事があり、少し遅れるとのことです。ではこちらに。私と一緒に来てください。じゃあ、オイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのって、もうかなり前のことだよな。Est-ce que c'est exactement la même réplique ou est-ce qu'elle en a profité pour faire des petits changements, améliorations, etc. Bonne question, ça. Du jade. En plein ciel, c'est ça que j'ai lu? Ouais, en plein ciel, oui. ジフと戦機革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて、約束通り報酬を与えるわ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望できるわ。風を感じながら民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は他にないはずよ。行幸さん、ありがとうございます。では劇の道具が準備でき次第それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの、これくらい遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも劇を見に来てくださいね。あなたは質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの妹の行方は私にもわからないわ。Merci。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが行幸、いつも先を読んでからな。Tu vas gaspiller la question。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、機を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば約束通り答えましょう。
でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。おい、おいらまだ何も聞いてないのに。すべて顔に書いてあるんだもの。一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。généreux。やったぞ。今度もしモラが必要になったら教皇のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。神国は何を聞くんだ。我もいいのか。もちろん。だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか。行幸殿、その我はリーユエコーに馴染めるだろうか。へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーユエコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識。そう、ある場所を好きになったりそこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるの。その地で出会った人、経験したこと、もしくはリーユへの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかくリーユエコーに残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よ。承知した。よう、話し中か。野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ。私か。ああ、私は特に聞きたいことはないな。今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。行幸、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ。もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦軍も待機しているわ。ならいい。だが気をつけろよ。油断は禁物だ。北斗、行幸、何の話をしてるんだ。軍玉閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。マトリックでプレゼンプス。幸せかもしれないわね。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち、空からリーユエコーを眺めたわ。その時私はいつの日かこの軍玉閣の影で七国を覆い尽くそうと考えた。今でも私の願いは変わらない。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーユエコーの上空を飛び、世の繁栄と平和を見守ること。みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより開始するわ。you
D'accord. Elle est seule. Il n'y a qu'une seule tête, donc c'est pas le même truc. Je pense. やはり現れたわね。渦のよいバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻。渦の魔人の最後の追従者よ。教皇は最初から知ってたのか。太陽の変化に感が鋭い北斗は、以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのもバッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し、海から誘い出すため。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。 Je trouve ça ultra classe. Il faisait tellement un bon move. Sonzai Jitai va Maori ni Kikyan wo motaras. Omae wa Seirai, sou iu umei nano da. Kanojo no inochi to hikikai ni kono mama shinde kureleba. Tanin no tame chikara wo tsukaitai to omotta toki. なぜついてきた？神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろう。そう危険なことでもない。リーユエコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろう。他の者はすでに手負いであった。あやつは執念の持ちこたえているだけに過ぎない。 我も体力を消耗したが、かような命のやり取りは我の方が得意であろう。オイラたちも力になるぞ。やれ、あ、でがし。 え? What? やっ。命ずる。か。はって。ほっと。やっ。入れよ。 Il va falloir que j'abatte les deux autres, ok. Top.
Ça fait pas de dégâts, je m'en doute un peu. J'ai pris tellement cher. Ah bonjour! Je ne t'avais pas vu! Je ne t'avais point vu! Toi t'es tout prêt. Un petit combat de boss, ça m'avait manqué. Je le trouve quand même relativement intéressant. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave. Qui va sortir en premier? Une de moins? Peut-être pas. Les aventures des profondeurs. Moi, j'étais pas dégueu le combat. Je préfère le combat contre Ortel, mais celui-ci était pas mal aussi. Vous allez bien ? Scoshi, chikara o tsukatte shimatta dake da. Mo ware hitori de ayatsu o shimatsu shiyou to omotta no da ga. Masaka nushi mo otte kuru to wa. Da ga shinpai wa iranu. Are ga kono chi ni kuru koto wa mou nai. Sakihodo, mizu no naka de ittai nani ga? Sude ni kaiketsu shita. 水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ、我もあまり手を焼かずに済んだ。そう、無事で何よりだわ。いずれにせよ、私たちはこの危機を乗り切ることができた。
行幸様、戦隊からの報告によると水の魔物は幸運閣一帯から去り、周辺海域は正常に戻ったようです。ご苦労様。戦艦軍の状態は？行幸様が用意してくれた傷薬、それと国政様の指揮のおかげで、なんとか被害を最小限に抑えることができました。もちろん助けに来てくれたこの方にも感謝を。戦艦軍を代表してあなたにお礼を申し上げます。我は、comme l'héroïne de la pièce。 そうか、それは何よりだ。雲先生の劇を見たとき、神女へと送られる賞賛を素直に受け取れるようになるかもしれないな。だが我は英雄になろうとしたわけではなく、ただ主を守りたかっただけだ。ひとまず兵士たちは休憩を取りなさい。でも油断は禁物よ。あれが再び訪れる可能性もある。はっ。長いこと影から見ていたようですが、何か結論は出ましたか？わらわの意見を聞いておるのか？もし、それは否定しません。しかし彼女がこの場にいなかったとしても、最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう。それにいざという時にはまた軍玉閣を落とせばいいだけの話です。人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた。確かに新奇な発想を多少使っておったな。失敗から学び、事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう。今回は旧大点としておこう。これからも試練が数多と訪れるはずだ。天寿園の座にいる限り、リーユへの平和は私が守ります。神格よ、数年前お前がこっそりと山を下り、悲しみに満ちた顔で戻ってきたのをわらわは見ていた。今回このリーユエコを訪れ、心境に変化はあったか？ああ、変わった。しかしまだうまく言葉にできそうにない。だが想像をしていたよりも良いひとときだった。ならば良い。旅人、神格のことは任せたぞ。ふむ、あれこれ話をしておったら神格の子供の頃を思い出したのだが。うん、それは語らずともよい。そうか。お前といい、あやつといい。まあ聞きたくないのであればよかろう。今回は見逃してやる。二人とも、まずはゆっくりと休んで、落ち着いたらまた軍玉閣に来てちょうだい。軍玉閣の再建とリーユエが無事危機を乗り越えたこと、今回の宴はかつてないほど盛大なものになるわ。Parfait. Et nous ferons donc le festa lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. On va juste parler à Kikuni. Parfait. Mais, le plan global, il y a encore quelques ここにあらかじめ結界を張って波を防ぐこともできたでしょう。これらの教訓を生かし繰り返さないようにしないと。今回はあなたたちが手伝ってくれたおかげね。感謝。Parfait, parfait. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et bien entendu, prenez soin de vous.